競馬第11競走第20回農林水産省賞典中山グランドジャンプ JG1 芝の 4250m 4歳以上の12頭で争われます。3コーナー付近からのスタートです。上空は鉛色の空が雲で覆われています。さあ各馬の枠入りがこれから始まります。芝ダート量の発表、少し雨が落ちてきました。中山競馬場、相変わらず強い風が吹き抜けています。奇数番号の各馬の枠入りが終わって、これから偶数番号の各馬、6番号重長さんもゲートの中収まりました。10番テイエムオペラドン、あと1頭です。12番のサムライフォンテン、これから誘導を受けます。12番ゲート誘導を受けて、ゆっくりと今ゲートの中収まりました。タカリーンが離れます。体制完了、スタートしました。さあ先行争いに入ります。6番お重長さん、いいスタートを切りました。まずはお重長さん、それをかわして6枠両頭、7番の名将表しが出ていって振り切ってジャンプ、最初の池垣を飛び越えました。7番名将表し先頭を内で、6番のお重長さんがまた並んでいきます。外から9番アップトゥーデイト、その2頭の外から並んでいきまして正面スタンド前、間には8番のグランモンタナ、4番手に7番名称を表し控えて、2番シンキングダンサー、4番マイヌルクロップ、5番のルペールノエル、アップトゥーデイト先頭踏み切ってジャンプ、水濠障害の比喩、各馬続々と超えていって水しぶき上がりません。9番アップトゥーデイト先頭踏み切ってジャンプ、池垣を超えて3馬身のリード、2番手に6番お重長さん、3馬身8番クランモンテナ、内から7番の名称を表し、1、2コーナー中間の障害、アップトゥーデイト振り切ってジャンプ、綺麗な比喩、2番手6番お重長さん、2馬身差8番クランモンテナに4番マイネルクロップ並んでいってダート横にいます。直後には7番の名称を表し、2馬身差2番真空ダンサー、2コーナー谷を下って駆け上がります。外から行った5番3番の日本ピロバロン、内は5番のルペールノエル、離れて10番テイエムオペラドン、1番サンレイデューク、12番サムライフォンテン、最高峰11番当選メリッサ。さあ大障害コース、高低差 5.3 メートルの深い谷を下って、さあ駆け上がってくる9番のアップトゥーデイト、内からは6番のお重長さん、4番マイネルクロップ、3頭ほぼ固まりましてダートをよく練ります。3頭固まって最初の第一草区、さあ今度は3頭振り切ってジャンプ、無事ケースを得て4番のマイネルクロップわずかに先頭か、外から9番のアップトゥーデイと並んでいきます。その後ろは3馬身6番のお重長さん、全馬無事ケースを得ました。拍手が沸き起こります。先頭は2頭が並んできまして、4番マイネルクロップが競り合って、9番アップトゥーデイと2頭が並んで1、2、3、4コーナーから3コーナーへ、池垣の障害へ振り切ってジャンプ、譲らない9番アップトゥーデイト、3馬身のリード、2番手に4番のマイネルクロップ控えました。その後に6番お重長さんが差を詰めて3番手から2番手並んでいきます。あとは3馬身4馬身8番クランモンテナ、3コーナーの谷を下ります。離れてその後ろ2番のシンキングダンサー、3番の日本ピロバロン、向こう上面へと入っていきました。9番アップトゥーデイト先頭、1馬身のリード、2番手に6番のお重長さんが上がりまして、さあこれから高低差 5.3 メートルの深い谷を下って、さあ駆け上がってきます。最大の難関、高さ 1.6 メートル幅 2.4 メートルの大池垣に向かいます。9番のアップトゥーデイト先頭、3馬身とリードを取っています。お重長さん2番手振り切ってジャンプ、さあ大池垣各馬続々とケース、後方まで無事ケースを終えました。9番のアップトゥーデイトが先頭です。2馬身のリード、2番手にはお重長さん、アップトゥーデイトを振り切ってジャンプ、池垣を超えました。そして外には4番のマイネルクロップが3番手、内8番のクランモンテナと並んでいます。 1,2 コーナー中間の障害へ、日本ピロバロン5番手に上がってアップトゥーデイト振り切ってジャンプ、それにお重長さんが接近する。それから2馬身差4番マイネルクロップが3番手、内に入った3番の日本ピロバロン、そして8番のクランモンテナ、内を振るって前に迫ります。2コーナーの谷を下って駆け上がっていって、9番アップトゥーデイト先頭、リードは3馬身ぐらい、2番手には6番のお重長さん、それから2馬身3番日本ピロバロンの追走、4馬身差8番クランモンテナ、外回りコースに入っていきます。
9番のアップトゥーデイト先頭、3馬身ハードル障害に向かいます。6番50兆さんが2番手、アップトゥーデイト踏み切ってジャンプ、低いケースでクリア。2番手6番50兆さん、4馬身と差が開いて3番日本ピロバロン、3番手4馬身差、2番のシンキングダンサー、続いて3コーナーのカーブ、2馬身6番クランモンテナ、残り800を通過。さあ50兆さんが前に迫ってきた。9番アップトゥーデイトにその差は1馬身、3番手には3馬身差、3番日本ピロバロン、踏み切ってジャンプ、ハードル障害を超えました。さあアップトゥーデイトに50兆さん並んでいって600を通過、先頭変わりました。6番の50兆さん先頭、リードを2馬身と引き離します。2番手9番アップトゥーデイト、3馬身3番の日本ピロバロン、3番で400を通過。あとは離れて2番シンキングダンサー、正面3度前最後の直線コース、50兆さん先頭、最後のハードル障害踏み切ってジャンプ、空気決を得た。2番手9番アップトゥーデイト、その差はもう5馬身、6馬身、7馬身、3番手3番日本ピロバロン、先頭は6番の50兆さん、50兆さん圧勝ゴールイン。今9番アップトゥーデイトゴールイン、そして3番の日本ピロバロン3番手、あとは5番のルペールノエル、10番 KM オペラドンと並んでの入線。中山競馬第11競走中山グランドジャンプ、今最後に4番のマイネルクロップが入りました。全馬完走、場内拍手、そして勝ち時計は4分43秒0のレコードです。これは力が違いました。6番のお重長さん、これで JG1 5連覇達成、中山グランドジャンプは3連覇、そして生涯重賞競争これで9勝です。しかも9連勝、強い強いお重長さん、まさに王者の貫禄でした。圧勝劇、2番手9番アップトゥーデイト、3番手3番日本ピロバロン、6番のお重長さんの圧勝劇、しかも4分43秒0、レコードで快勝です。